の日の朝ごはんは。じゃあみんなの勝利おかず大募集。作ってる。チークのチャージ。ハートたちが起きてくれへん。協力してくれ。いけチーク。あれチーコのご飯ちゃうできっと。大地のや。ごめんな。なんでいきなり歯間ブラシやね。歯詰まっててごめん。はいして。はい。パパさ、行くときさ、閉めといた方がいいか、開けたいか、どっち？開けてみてよ。パパなら開けるかな。オッケー。意外で。つ、うん。そう。そう。ゴシゴシ。そう。そうだ。もっと磨くんだ。先生、どっちがいい？何やねん、次は。帽子を、ハットとか、このやつ。こっちや。こっち？うん。オッケー。それ何ステップそれ？何ステップそれ？パカロンステップ。パカロンステップ？聞いたことない。バッカーボン。まず、ゴミ袋ねえな。あった！いけてます。はい。出てきたけど。次、見て、あれがなかったから、寿司になった。ご機嫌な。お寿司レジャーシートやろ。終わり。後半だもん。後半だもん見てんかったけど大丈夫。水筒は？水筒は用意してくれる。はい。水筒、お弁当。お弁当。お弁当を作ってるやん。うん、お弁当が。お弁当作ってるやん。ダメ。今日は遠足ですが、太一くん体調万全。イエーイ。やと思ったら天気が良くない。ブー。遠足行けなくても。近くの学校に行くらしい。ここは全部行けるんやけど、校外学習な、電車に乗ったりするから。お弁当の時、お弁当の時が、お弁当を食べる場所が公園の予定やったけど、雨降ったら近くの学校やと。小学校に行ける。その近くの学校にはダンスの友達がいるから、雨降ってくれても嬉しいなみたいな。カツアゲ大小学校。何言ってんの弟は。何言ってんの弟は。何言ってんの。
取られてた。君は遠足じゃないでしょ。遠足じゃないけど、クリームってニベアのやつ。ニベア。何？みんなこんなんすんの？小4って。わからん。オッケー。次何やる？考えて早めにやらないと前が長くなる。えらいことになってる。えらいことになってる。前髪長切ったか？なんで？伸ばしてる。遠足の日の朝ごはんは弁当のあまりのおかずあるある？あるある。オムライス、もう勝利。何が？味が勝利どういうこと？美味しいってこと？新しい表現やな。ミートボールも勝利。卵焼きは？うまいで。卵焼きはうまいで。普通やわ。弁当に入ってんで。タラコパスタは？勝利なの？うまいの？どっちなの？勝利。大地さん、手を出して食べてよ。勝利の方が強そうやな。しっかり学んできてくれ。校外学習してきてくれ。な。楽しみやな。こんな1、2年生の時行けんかったから損やな。何もなかったのに。コロナで。そう。お前。めっちゃ勝利。あれ？これも使うの？勝利を。何が一番勝利なの？タラコパスタ。タラコパスタ勝利。大地は？タラコパスタ勝利。やば。パパはやっぱ唐揚げかな。え、パパ唐揚げが勝利。カレーって言ってた。なんで弁当にカレー入ってんの？カレーしか入ってんやんじゃん。ママのフェイバリットお弁当おかずはウインナーかな。ウインナーが勝利。何？タラコパスタって聞いたって。エビフライとか。あー、それはちょっと豪華だね。グラサン。え、グラサン。たち嫌やもんな。グラタン。グラタン。グラタンもな、わかるけどな。じゃあみんなの勝利おかず大募集。今日はタラクラッシュとマンゴーとキウイ。豪華やっかいさ。いつもなんか絶対にデザートとゼリーは入れてって言うから。ママ、それはあかん。はい、今日はオムライスお弁当ですよ。はい。みんな、はい。はい、準備ができました。はい、今回は珍しく時間に余裕があったんじゃないでしょうか。しりこさんがうるさい。じゃあ気をつけてね。はい、はい、いや、これは普通だけど、まあ、気をつけてね。いきます。はい、See you。 いってらっしゃい。バイバーイ。バイバーイ。